よし。はい、お疲れ様で、東久万でございます。いつもご視聴ありがとうございます。で、まず今回ですね、流入河川からやっていきたいと思います。とこちらがですね、と利根川とですね、淀浦を結ぶなんか流入河川となってます。で、ここなんですけど、その底の方にですね、この小田みたいなのが結構沈んでまして、まあバスの住処も結構あるみたいな感じです。で、人気のポイントはですね、僕が今やってるですね、まあもっと左の方なんですけど、まあ水門みたいなのがあるんですけど、その付近がですね、なんかいつも人気のあるポイントで、先行者の方がいらっしゃる場合が多いですね。で、今回も先行者の方がいらっしゃったので、今回はここでやっております。で、使用ロットはですね、バス 1XT と、リールの方もバス 1XT と、ルアーの方がノリーズのディーパーレンジで、ラインがダイワのジャストロン20ポンドとなっております。で、今度ですね、淀浦の方に移動してきました。淀浦と言いますと、この杭ですね、このずっと並んだ杭が特徴的だと思います。まあでも意外にですね、その昔はですね、たくさん釣れたらしいんですけど、やっぱり最近ここ、まあもちろん、まあずっとなんですけど、まあ人気ポイントっていうのもありまして、なかなかね釣れないっていうですね、難しいですね。はい、で、ちょっと移動してきまして、今度は安地川の方にやってきました。で、今回なんですけど、なんかハクレンの群れがたくさんいまして、なんかね、僕の今までの経験上、ハクレンがいっぱい泳いでるところはなんかバスがいないような、ね、気がするんですよね。で、ブラックバスって結構ね、フィッシュイーターってね、恐れられてますけど、まあちょっとね、ビビリみたいなところもあって、そう、なんか不思議な魚ですよね。で、今度はですね、前川の方にやってきました。前川ですね、これもうちょっと左端のですね、向こう側でやりたかったんですけど、今工事中なんですよね。で、一応なんか立ち入り禁止みたいな風にはなってるみたいなんですけどね。はい。で、今度は郷の池の方にやってきました。これ今使用してるルアーはデカダッチになります。こういった感じで、ちょっと波がある場合でも、やっぱり大型のそのウイングがもう全然そういうのものともしない、なんか突き進むような感じですね。それでも抜群の波動を発生しますね。まあ実はですね、このデカダッチね、まだ一匹も釣ってないんでね、今度ね釣りたいと思います。で、またですね、今度前川のにやってきました。先ほどの場所よりですね、若干東に進んでます。で、ここの五番沿いなんかもね、まあ、僕がもう中学生ぐらいの頃はね、ボンボン釣れた場所でもあるんですけど、当時はね、またこういった直角なブロックじゃなかったんですね。前はね、ここはブロックじゃなかったんですよ。足がいっぱい生えてて、その足際を引くとね、もうバンバン釣れたって感じですね。まあ、あまりね、昔の話してしまうとね、若い人にはまあね、もう聞き慣れたっていうか、もうおやじあるあるみたいな感じでね、あんま嫌がられますけど、はいはい。それではですね、今度は流入河川、今度ここ僕今回初場所になります。まあ自宅の、まあ、近所なんですけど、そうですね、ここですね、
こうどっち行っても右側に行ってもその有名流入河川があって、で左に行ってもまあ有名本湖があるので、そう釣れないわけじゃないと思うんですよね。結構見た目ね、なんか良さそうだと思いません？なんかね、はい。で今回これ使用してるルアーはジャッカルのガーグルになります。まあ、なかなかねこれ操作するのが難しいと言われてる、まあ、バズベイトでもないか、そうですね、まあ、ワイヤーベイト、新しいワイヤーベイトになります。まあ、釣れそうなこう魚がいそうな雰囲気はあるんですけどね。まあでもやった感じですね、なんか全然生命感がないっていうか、小魚も泳いでないし、まあでもそのまあその有名河川をつないでる川なので、まあ可能性としてはあると思います。で今度ですね、郷の池にやってきました。と原水、まあ霞ヶ浦水系、今ですね原水って言われてるんですけど、ここの場合ですね、まあ、人工池というのもありまして全然減水はしてません。ここは、はい、多分ポンプで水を汲み上げて、まあ、こう日立利根川からですねポンプで水を汲み上げてやってるので、そういうのはないですね。で今この足際を行ってます。霞ヶ浦水系ですね、まあ、昔こういったポイントってねいっぱいあったんですけどね、今もう全部コンクリート護岸になってちょっと残念ですけどね。はい、ここで今ちょっとね1バイトあったんですよね。まあ、使用してるルアーはリオのレアリスバズベイトです。まあでもなんか雷魚っぽいようなね出方でしたね、なんかねちょっと残念でした。まあ、ここもですね、なんかね、ブラックバス以外にもライオンもいるし、シーバスもいるし、まあいろいろ楽しめますね。と今度ですね、外名坂浦にやってきました。まあここなんかあれですよね、その有名メーカーの人の公式 YouTube でね、なんかフロック投げてでかいの釣ってる動画なんかね昔ありましたね。と使用してるルアーはですねノリーズのディーパーレンジになります。このスピナーベイトなんですけど、そのダブルウィーローで結構大きめのブレードが、同じサイズのブレードが2枚ついてるので結構巻き抵抗が重いですね。これ1日巻くのね結構疲れますね。まあリールがハイギアっていうのもあるんでしょうけどね。とここなんかね結構こう良さそうなんですけどね、あの先のですねそのカバーの先端に投げて釣れてるパターンが結構多いみたいですね。まあ、つわものはね、なんか草の中ずっと歩ってって先端まで行っちゃうらしいですけどね。まあここですね、気になったのはちょっとねゴミがねすごい浮いてて、あまり水がきれいじゃないっていうのはありますよね。まあここって結構そのワンドっていうんですよ、ワンになってるので、その風向きによってはやっぱり全部ゴミがね集まってきちゃうっていうのはありますよね。こうもうちょっとね水門空いてればねスコーンって入るんでしょうけど、あと上手い人だったらねスキッピングでスパーンって入れるんでしょうけどね。まあちょっと前のババチューブさんでもね、ババさんがここでね
結構何本か上げてみるポイントでもありますよね。まあ土日になりますとやっぱりこの辺は結構やっぱり先行者もいっぱいいらっしゃるとこですよね。本当はですね、もうちょっとここのこのカバーの先の水門でやりたかったんですけどね、さすがにちょっと前にちょっと某有名 YouTuber がねボコボコ釣ったんで、ちょっと今回ちょっと入れなかったんですけどね。でちょっとまた場所を移動してきました。と使用しているルアーはディオのレアリスバズベイトになります。ここがですね、こうパッと見わかんないんですけど、この先に行くほど浅くなってるんですよね。そうなので逆に投げると深いところから浅瀬に来るような感じで、なかなか面白いポイントだと思います。そうだから僕は今浅瀬の方に投げてるような感じですね。これ先っぽなんか砂浜みたいにはなってます。なので逆方向にキャストすると、その、まあ、バスが小魚を深いところから浅瀬に追い込むような感じですね。よく浅瀬に追い込むっていうのよくその、まあ、ボトムアップのあの河村さんですねがよく言ってますよね。そうです、この向きですね。この向きで投げると深場からこの浅瀬に巻いてるような感じですね。よし。いや、やったぜい。バズベイツ。いや、7月初のバス釣れました。よかったっす。ありがとうございます。ありがとう。今回ですね、釣れたのはデュオのレアリスバズベイトチャートカラーになります。で、リールがバスワン XT で、ロッドもバスワン XT で、ラインがですね、ダイワのジャストロン20ポンドになります。で、この位置からですね、ちょうどあの辺投げてスーッと引いてきて、ちょうどここの足元で食ってきたって感じになります。
かがだったでしょうか。お疲れ様でした。いや、なんとか7月初日が出ましたね。なんか初日なんてね、ちょっと相撲みたいなんですけどね、僕にとってはね、本当に超嬉しかったですね。今日7月28日、そう、もう1ヶ月、前回つったのが6月5日だかなのかなんで、もうかなり、もう下手したら60日まではいかねえか、近くね、そうデコった状態になってましたね。ほとんど今月はですね、ほとんどナマズばっかりで、ナマズ4匹シーバス1匹って感じだったんで、もうこう、ね、今ちょうどシーズンじゃないですか。その冬以外でデコった月って今までないんですよ。いや本当に良かったです。で、今回使ったルアーこれです。デュオのレアリスバズベイトですね、はい、これのいいところはですね、そう、後方重心になってまして、結構軽いキャストでもこうよく飛ぶっていうか、で、まあ、思い切り投げるともっと飛ぶっていう感じで、で、まあ、数あるって言ってもそんなには使ってないですけど、まあ、今まで使ったバズベイトですと、まあ、このリオのレアリスバズベイト、あとウォーターランドのエンジェルバズベイト、あとブーヤのスクイールチャーとかですね、使ったんですけど、これが一番投げやすい。まあ他にもそうですね、使いやすいって言ったらゲイリーバズとかが有名ですけど、ちょっとまだ使ったことないんで、まあ、今度試してみたいと思うんですけど、とりあえずこのチャートカラーなんですけど、これ実際このチャートのスカートがですね、どんどん剥げてしまいまして、追加でなんかスモラバの余りのラバーを追加したって感じです。はい、でペラもですね、これそんなに大きくないペラですので、風がそこそこある日でも結構飛びます。キャストしやすいですね。はい、で最初ですね、そう、ナサカの日の出ワンドですね、まあ、ちょっとやったんですけど、ちょうどね、某霞系 YouTuber がね、ボコボコ釣ったポイントをやりたかったんですけど、ちょっとミーハーなんですけどね、はい、そこはやっぱりね、朝早く来てもね、やっぱ混んでるんで、まあ、ちょっとずれて、そうですね、今まで何回も通ってんですけど、一本も釣ったことないっていうところなんですよね。で、ここがですね、ちょうど日が昇ってもかなりの時間帯まで、はい、そのシェードになってるので、まあ、そこ今回いけるかなと思ってね、やってみたんですけどね。で、岸沿いをですね、まあ、ずっと引いてきて、ちょうどまだ足元で食ってきたっていうか、よくあるパターン、霞あるあるですね、はい、足元まできっちり引いて足元でポクってきた。いや、多分カメラちょっと足元映ったかとかね、ちょっと心配なんですけどね、はい、これからもいろいろ動画の方アップしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。